三輪チョッパーということで、はいはい、はい、慶応を処理していくという、慶応葉っぱのことですね、慶応、はい、して慶応処理慶応処理する。慶応処理。なるほど、なるほど。そうですか。そうです。略してですね、そのままだなと思ったんですけど。はい。すごいですね、こんな間近で見たことないんで、はい、はいはい、すごい馬力ですね、葉っぱの量がすごいんで、はい、2回に分けて、なるほど、チョッパーかける、あー確かにこんな感じじゃちょっと、うん、1回目はいけないですもんね、うん、上の葉っぱを買っていくイメージで、はいはい、2回掛けってことですね、2回目でこう地際、地面の際、あー、うん、なるほどね、そうですね、ギリギリを狙って2回に分けてかけてます、はあ、はい、そういうことですけど、うちもごぼうはないんでね、このまま知らなかったですね、はい、ですよね、でごぼうのこの面白いところちょっと、はい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 、ぜひぜひ、はい、このごぼうって、ね、実は葉っぱ4枚しかないそうですよ、はい、そうなんですか、はい、こんなくっさくさに見えて、そう、あ、じゃあ、うん、あのごぼう1本に対して、うん、必ず4枚、4枚、へーだったはずですあーでもそうなんですね、なんかこんだけさわさわさになってるから、うん、いっぱい生えてるように見えますけど、そう、あ、数えてみます、もしあれだと、早速数えてみますか、現地確認、じゃあ一応この株からいきますよ、はいはい、これで1、はいはい、あ、はいはい、2、あ、はいはい、3、あ、4、はいはい、本当ですね、まあ、ここにね1個ちっちゃいのあるけど、あ、基本は4なんじゃないですかね、1、2の3の4、あ、へえ、そうですか、はい、4から5っていうことにしといてもらっていいですか、あ、さっきちょろんとね、ちっちゃいの赤ちゃんいたんでね、はい、4から5、4.2、 5にもね足してなかったですからね、はい、うん、さっきの葉っぱ、安全を4って言い切ったらあれですか、なるほどなるほど、はい、違うぞって言われたらあれですか、まあ、4.2、ああそうですか、はい、それは知らなかったですね、はい、へえ、面白いですよね、いや面白いですね、うん、これちなみにすげえこう生えてるように見えるんですけど、はいはい、これ何センチ間隔にこうぼって、あのとですね、噂ってですか、株間が 5.5、 5.5、 はい、畝間がうちは寄せ畝なんでバラバラなんですけど、はいはい、だいたい鳴らして96、はあ、5.5 はすごいね、はい、そんな作物あります？ 5.5 みたいな、人参とかですか、あ、人参、人参1本でも人参2本でも2本でも何でしょう4本でもごぼうですか、ごぼうですね、4で5で4本でもうごぼう、はい、あ、なんか農家数え歌使い作りそうですね、なんかね、ね、はい、あ、なになに、ちょっとな、なんだよ、ちょっと言われもなんか勝手に抜き上がって、ちょっとこちらのあ、ダメだわ、ちょっとこれはダメだあ、ダメですね、そうですね、抜いて見せてあげたかったけど、なるほど、なかなかやっぱりね、はい、しっかりと大地に、うん、なってますんでね、大地にくっついてますね、はい、はい、あ、楽しみですね、でもごぼうもね、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい、はい、トトロやるかい、トトロやりましょうか、これはもうサムネイル決定ですね、これは、はい、はい、土屋のトトロということで、はい、これ定番なんですか、やっぱごぼうのそのあのトトロをやるっていうのは、はい、いや初めてですね、あ、あれなんか慣れた感じでトトロやるかいって言ってもなんかもう結構やってんのかなと思ったら、初めてですか、はい、あ、もうこれ調子乗ってね怒られちゃう、いやいやいや、いいです、いいじゃないですか、でも葉っぱですからね、はい、はい、そうですね、へえ、いやいや、もうすぐでね、はい、収穫ということで、はい、楽しみでございます、はい、はい、そういうことで今日はごぼうのチョッパー編はこちらで終了したいと思います、はい、ありがとうございます、はい、そしたら最後までご視聴ありがとうございました、ぜひ
チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今度はごぼうの収穫編でお会いしましょう。はい、バイバーイ。はい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 、なるほどね。本当にでも素晴らしいですね。